こんにちは、古川です。今日もね、お店の方に行こうと思ってます。なんかね、2週間ぐらい雨って聞いてたんですけど、なんかね、合間で曇りの日ができたんで、外のね、どうしてもペンキ塗りたいとこがあったんで、今日はそれを塗りに行こうと思います。それでは行きましょう。はい、そしたら店に着きました。やりたいところっていうのが今ここ僕の後ろなんかお化け屋敷みたいになってますけど、なんかね、この僕は朽ちた感じが好きなんで、どこを残してどこをきれいにするかっていうのは迷いどころなんですけど、ここ実はね、裏口で、まあ、ここ僕下コンクリートをやったところなんですけど、裏口なんですよ。で、まあ、人も通るかなと思って、やっぱりね、ここはちょっとさすがに汚いんで塗っていこうと思います。で、ペンキ塗るときに大事なのってどこまで塗るかっていうところなんですよ。なんか中途半端なところまで塗るとその切れ目がちょっと汚くなるんで、塗るんやったらこう一つながりで、塗れるところまで塗るのがいいんですね。で、ちょっと迷ってた理由としては、結構広いんですよ、これの面積が。これ今僕立ってたところなんですけど、こっからこの一面がね、つながってるんで、ここをね、塗っていこうと思います。この後ろがね、駐車場になってるんで、お客さんにも見えるんで、はい、やっぱり綺麗にしようと思ったんで、今日はこれを塗っていこうと思います。で、ペンキ塗る前になんですけど、これね、塗油といって、まあ、雨降った時に水がね、ぶちゃぶちゃ落ちてこないように、水をこういう風に流すためのものなんですけど、これもね、なんか茶色でね、ほったいので、先にね、これスプレーしようかなと思ってます。スプレーしてから、ペンキを塗りたいと思います。で、これ本当は外したいんですけど、この、ね、水の流れってね、結構難しくて、僕が勝手に外してしまって、最後またね、装着するときにグラグラして水がこぼれたら嫌なんで、このまま行きます。で、このまま行って、黒のスプレーがね、飛び散ると思うんですけど、もうその後にね、この壁にも、白のペンキ塗るんで、はい、ちょっとズボラな感じでいこうと思います。はい、ではあっさり終わりまして、はい、塗れました。スプレーは楽ですね。ということで、ペンキを塗っていきましょう。白に塗る予定です。はい、そしたら、ちょっとビフォーを撮ってないんですけど、こんな感じです。こっちの側面がようやく終わりました。隣の側面と比べてみると、はい、こんな感じなんで、ここも真っ白にしていきたいと思います。はい、そしたら
全部塗り終わりました。なんかここだけ縦増ししたぐらい綺麗にできました。ちょっと窓枠をどうしようかね、今考えてるんですけども、一旦ここの塗装はこれで完成です。はい、そしたら、今回はですね、一部ですけど、外の壁を塗ってきました。本当はね、外の壁ってやっぱり雨とか風とかも受けるんで、ちゃんと業者さんに頼んだ方がいいとは思うんですけれども、何しろね、物件が大きいんでね、やっぱりあれを全部やろうと思うと莫大な予算がかかりそうなので、もうちょっと、塗装に関しては諦めようと思ってたんですけど、まあ、そこはね、すごい気になってたっていうことと、まあ、濡れそうな時間があったんでね、はい、今回は、ペンキを塗りました。それにしても暑かったんですよ。まだね、梅雨も明けてなくて、すごい湿度も高くて、まだね、天気じゃなかっただけマシやったんですけど、それでもすっごいムシムシやったんでね、汗びたになりながら、はい、やりました。まあ、でもね、塗って、まあ、動画見てもらった通り、すっごいいい感じになったんで、はい、自分的には大満足です。はい、まあ、次も、ペンキ塗りたいところあるので、できる限り、ペンキを塗っていきたいと思います。ということで、ちょっとね、次もペンキ塗りが続くかもしれませんけど、皆さんご視聴ありがとうございました。では。